ハイエさんが、長い旅から何かとってもいい匂いをさせて 帰ってきました。じゃちょっとハイエさんのね、この次のコーナー行ってみたいと思いますよ。じゃあ看板はい、お願いじゃあし看板出します。次のコーナーこれです。じゃじゃん。食べて納得、うまいサメ。ほ、なんだろうなんだろう、皆さんサメって食べたことありますかね？ね、昨日もね、イベントでサメを食べさせていただきましたけど。昨日は大阪のイベントで、4つのサメ料理をね、提供させてもらってね、大好評でしたそうでよすね。ね、ナゲットも美味しかった、湯引きも美味しかった、いろんな食べ物がありましたけど。1個ね、どうやって食べたかっていうと、最初が、ビールと一緒に気仙沼産のシャークナゲット、そうですね、食べて、その後白ザメ解剖をして、あ、おかえりなさいませ。で、湯引き、酢味噌で食べた湯引きと、それから、ステーキ、あとなんだっけ、あとカレーだ。カレーですね。あれエイはカエレー、イカレーですそうそう、ね。エイカレー、エイカレーでした。そう、本当はね、この台風がなければ、赤エイを丸々入荷して、赤エイの料理をね、いろいろ作ろうって目論んでたんですけど、ちょっと赤エイが残念ながら台風の影そうで響すでね。ちょね、っと天候が不そう、順天だっ気たがんで。悪くってだったので、まあ、今回は、白ザメのお料理となりました。はい、それではハイエさんよろしくお願いします。ではですね、まあサメ料理って、まあ、いろんなものがあるんですけど、まあ、世の中でどんなものが出てるのかっていう、まあ、ここでちょっと食べられるものを紹介させていただこうと思います。じゃあ一応パッケージこんなもんですね。フカヒレって書いてますフカよヒレ。ね。これ普通のフカヒレっていうと何を思い浮かべますかね。まあ、大体気仙沼とかで取れるヨシキリだったり、まあ、アオザメだったり、まあ、そんな高級フカヒレっていうのがあると思うんでまあ、すけど、大型の回そうで遊す性ね。のはえ縄で取れそうなやつかなっていう感じですそうなんでね。す。けどこれは実は違うんですね。何ザメって書いてますか？書いてあるかな。お、書いてあった。油ツノザメ。アブラツノザメ。これはもう青森県で取れるちっちゃいツノザメの仲間のサメなんですけど、まあ実際に角が生えているんで、フカヒレ需要は実際のところはあんまりないんじゃないかなと思ってたんですけど、これを製品化した方がいらして、で私はちょっとお知り合いの方なので、ちょっと必要だよって送っていただきました。おお、すごい。でちょっと試食がてらこのコーナーで食べてみようということでご用意させていただきました。じゃあ沼口さんには、ありがとうございます。このため電子レンジで温めるために私が抜けたんですね。よく借りれましたね、こんなとこ事で。務所の方にお願いして、この京都テレサという会場でやってます。ありがとうございありがとうごます。ざいます。あ、すごい。ちょっと見せてください。こんな感じです。こんな感じです。見えるかなと。ちょっと持ってやった方がいいかな。こんなお。ものが入っているんですね。おお、すごもうくピリ本当ピにちゃリんととしたしフてカまヒすレね。ですよね。僕も初めて食べるんで、味も何も知らないので。おお、私もじゃあ初めて。じゃあ早速いただきましょう。はい、いただきいただきまます。す。すごい濃深い味厚。がついてますね。濃厚、汁濃厚です。ともぐって言わないでね。すごいですね。こんな分厚いんだ。そうですね。もっとなんか薄っぺらいの想像ちょっしとてた。写真をどっか載ってないかな。あ、そうだ。パンフレットは、あれを何消した方がいいかもしれない。これ作っておられる方。あ、これ青森の、ちょっと、す寒ご海い。商店さんというすところごい。で、そのかっ専こ務いい。さんですね。この写ってらっしゃる方。で、その方が今抱えていらっしゃるのが、油ツノザメですね。あ、この写真のね。ちょっと小さいですよね。多分、田向さん大きい方ですけども。これ、田向さんが大きいから小さくなそうかも、そう見えるかもしれないですけど、まあ実際に1.2メーターぐらいですかね。油ツノザメってね。ぐらいの、で、大人になるサメで。これ青森県で特に需要の高いサメですね。どんな料理がありましたっけ？サメすくめと
か言うやつですね。煮こごりとか、はい、ちょっと最近減ったんで、なんか食育っていうことで県を挙げて、うん、PR されてるみたいなんですけど、うん、これ もうちょっと食べていい？そうですせっかくたくさん、結構たくさんこんなパウチに入ってたんですけど、このパウチでこの、ね、これが2人分、はい、1袋でこの量なんで、結構3枚3枚そうですね、うん、6枚入ってますね、はい、こっちも結構入ってます、こんな大きさはねすごくちっちゃいんですけどね、うん、ちょうどご飯時なんでお腹減りました。あ、うまい、すごい濃厚ですねやっぱり、ね、うん、ご飯にかけた、そうです、丼にかけるとうまいとかってね、なんか小肉たらしいことか、ね、ここに写真が載ってますが、私が写っちゃう。ハイエさん顔いきなり危うく顔出しですね。やべやべやべ、うん、書いてます、満足の8枚にしちゃって、うん、何枚入り？8枚入り、8枚入りなんすごい、これハイエさん私3枚しか入ってないんだけど、あ、じゃあ私が5枚入ってるの。あ、じゃあ食べちゃった。あ、いいよいいよいいよ。事務所の人に食べますかって言ったら、いや、いいですみたいな。美味しそうですね、みたいな感じで。うん、匂いもすごい。そうですね。うん。はい。そうね、昨日もサメ臭いんじゃないかってね、すごい言われたんだけど、全然臭みないですね。ね、ないですね。うん、あ、すごい、これだけ。うん、姿にって書いてますから、本当にそのままサメのヒレの形ですね。うん、美味しいですよ。まあ、これは美味しいわ。うん。まあ、宣伝になっちゃうかもしれないんですけど、これちょっと値段を僕聞いてないんですね。あの、贈り物的な形で送っていただいたので。あ、いただいた。はい。向井さん、ありがとう。ありがとうございます。はるか、青森から。食べた。完食、うん。だって3枚しか入ってないもん。すいません。ちょっとよく見て入れてなかった。ごめんね。わざと3枚と5枚に。ハイエさん、だからなかなか食べ終わらないんですよ。まあ、ゆっくり味わって食べてください。はい、そんな早く食べないでください、ハイエさん。もったいない。いやいやいや。ちょっとお水いただきます。完食で。完食。はい。だからこうやってサメも食べるっていうのはね、うん、フカヒレなんかは特に美味しいんですけど、お肉なんかでもね、たくさん食べ方が、ね、日本中でもサメ料理って結構いろんなとこで食べられますもんね。まあ、この青森だったり、栃木県も。あ、栃木のね、またサメフライもね、この前食べに行ったんだけど、あ、そうなんですか。すごいふわふわして美味しかったね。モーカー、モーカーです。モーカーです。モーカーとアブラッツの使ってるって言ってたんですけどね。そうです。栃木も伝統料理でモロっていうのがありますよね。見つけか何かだったと。モロがモーカか。そうですね。はい、モロが、標準和名でネズミザメのことですね。はい、そうですね、うん。食用に一般的に使われてるサメです。はい、あの、私のホームページでもあのサメ料理紹介してる中でモーカ一番って書いてます、ね。だってやっぱ美味しいもんね。そうですね。やっぱボリュームと、なんていうんですかね、こう味っていうのが。メカジキと似た雰囲気なんですけど、あれよりもサメ肉としては柔らかい感じがします、ね。柔らかい、柔らかい。で、ボリュームもたっぷりあります。うん、ね、バター炒めなんか私すごく好きでよく作ってましたけどね、うん、ああいう食べ方できるってみんな知ってればね、まあ、関東なんか結構切り身が売ってたりするんで、うん、切り身でね、スーパーで、ね、結構安い値段とかね、そうなんです、うん、だからみんなもっと食べればいいのにって、私東京に住んでたことがあったんで、うん、あのちょくちょく買って食べてました、うん、自炊してました、うん、はい、うん、関西でもサメを食べる習慣がある場所はあるみたいなんですけどね、うん、三重県の、あれはサメのタレですよね、うん、あったり、まあ、大阪湾でいうとやっぱりあんまり、まあ、練り物にしかならないんじゃないみたいな感じで、ね、うん、扱っていらっしゃいますけど、だからよくね、昨日なんかはサメが取れたなっていうふうに、そう調達できたんだ。まあ、運ですね、サメ運だけ強いんで、そうです、そうです、引きつける力が、うん、そう、沼口さんにあったんで、そうなんです。サメが自ら寄っていったみたいな、そうなんです、うん、ということで非常に美味しい、はい、美味しかったです、はい、まあ、このコーナー定期的にやれるか分かんないですけどね、いろんなサメ料理ね、そうですね、皆さんも興味あったらサメ料理なんかで検索するとたくさんね
いろんなものが、ね、見つかると思いますので、うんうん、そういうものをちょっと食べてみて、はい、サメのイメージを変えようっていう。はい、そうですね。あ、ここでちょっとコメントが入ってました。はい、ありがとうございます。あ、でもね、9分前だから、食べ物じゃなくて、私がここら辺ね、さっきやってた、はい、やつですね。一つは、ダイビングでサメを見に行くと、昨日までいたのに、とよく言われます。サメ川柳です。あるあるある。サメ川柳ですね。サメ川柳ですね。昨日、あ、ちょっと加えといてください。わかりました。で、次はニオシャークさんから。それ欲しい。どれだろう。何かを書いてくれる、うん、どれだったのかな、うん、全部欲しいのかもしれない。多分ね、これあメガマウススワロフスキーじゃないかな。あ、違うかな。これ魚くんの、ね、ロゴが書いてあるんですよ、ね、あ、これ魚くんプロデュースしてる。そうなんですよ、このね、あのお面かぶってる。あ、本当だ本当だ、はい、魚くんさんなんです。魚くんさんって呼んだ方がいいの。いや、さかなクンでいいんじゃないかな。まあね、なんか呼びつけにしちゃってるかな。はい、じゃあ次のコーナー引き続きいきます、はい、じゃあグッズということでこれいきましょうか。はい、じゃあね、さっき